クレヨンしんちゃん声優が降板発表。しんのすけの声を保ち続けることが難しく、テレビ朝日系人気アニメ、クレヨンしんちゃんの野原しんのすけ役の声優、矢島明子が、29日放送を最後に降板することが、1日、わかった。テレビ朝日が発表した。本人から、しんのすけの声を保ち続けることが、難しくなった。と申し入れがあったという。矢島は、92年、放送開始から26年3ヶ月、一度も変わらずしんのすけの声を演じ続けていた。7月からのしんのすけ役は現在調整中。矢島は92年、4月、13日放送から26年3ヶ月、しんのすけの声を担当し続けた。矢島は同局を通じ、キャラクターの声を作る作業に意識が集中し、役としての自然な表現が、できにくくなってしまったためです。と、コメントを発表した。テレビ朝日側も、これまで、クレヨンしんちゃんに生き生きとした、大変魅力あるキャラクター性を吹き込んでいただき、長きにわたって作品を支え続けていただいた矢島明子さんの多大なる功績に、番組関係者一同、ただただ感謝の気持ちでいっぱいです。ありがとうございました。と、感謝のコメントを発表している。クレヨンしんちゃんは、嵐を呼ぶ5歳児として、春日部で大活躍。美人のお姉さんと、お菓子のチョコビが大好きで、母を、ミサエなどと呼ぶ独特の声が特徴。芸能人などの間でも、声真似を得意とする人が、数多くいる。今春には、シリーズ第26作となる映画。映画クレヨンしんちゃん。爆盛りカンフーボーイズ、ラーメン対乱が上映されたばかりだった。